警視庁は、東京都内の女子高生、18、の遺体を山梨、うちに遺棄した疑いで逮捕した20代の夫婦を、20日も、殺人の疑いで再逮捕する方針。8月30日、都内の、子高生の遺体が、山梨県内の山中にある物置き、見つかり、小森昌平容疑者、27、と、妻の和美容疑者、28、死体遺棄の疑いで逮捕された。 女子高生は首、ロープで締められた上、背中を刃物で刺さっていて、一部の傷は内臓まで達していた。逮捕、出た際、翔平容疑者と和美容疑者は、女子高生、殺害についてもほのめかしていて、和美容疑は SN、SNS を通じて知り合った夫と女子高生の、関係、嫉妬したなどと供述しているという。警視庁、夫婦を20日にも、 殺人の疑いで再逮捕する方針、事件の詳しい経緯を調べている。